よし、今日も昼飯作っていくぜ。というわけで今日は、まあよくやってるんですけども、究極の貧乏飯でございます。一人暮らしの方、お金が厳しい方、はい、そんなあなたにもお腹を非常に満足させられる丼の作り方を今からやっていきたいと思います。まあこれお湯です。こちらの方にですね、めんつゆ、調味料はもうこれだけで基本的には OK でございます。ない人はね、まあこれぐらいにしようかな。普通のめんつゆの薄めるぐらいの量でいいと思います、比率はね。そして玉ねぎを入れます。まあこれはお好みの量入れてください。私はでっかい玉ねぎ半玉分今回ちょっと入れさせていただきます。贅沢です。ちょっとまあもうアラフォーなんでね、40代のおっさん、玉ねぎぐらいちょっと多めに入れさせてください。はい、そしたらですね、天かすを入れます。これで本当濃厚で美味しい芳醇な卵焼きじゃないわ、親子丼ができます。親子丼じゃない、卵丼ができます。もうこれ入れる入れない全然違いますからね。私の丼で大体入ってます。はい、で汁だくが好きな人は汁調節してください、ご自身でね。はい、そうそう、このように汁がなくなってきます。まあこの辺はもう本当皆様のお好みですね。つゆだくが好きな人は汁多め、今回ちょっとご飯も多いんでね、卵3個分に、水とき、片栗粉を小さじ2分の1程度入れたものです。これを乗っける。よし、よいしょ。そして弱火にして2分ぐらいですね。はい、よし、さあこんな感じにとろっと仕上がります。片栗粉が入ってるんで多少触ったところで大丈夫です。これをぶっかけます。よいしょい、これはうまそうだ、卵丼だよ、これはうまそうだ、うまそうだい。よし、もみのりでも乗せときましょう。三つ葉とかね、そういうオプションは大体ね、私とかみたいな貧乏飯愛好家の家には置いてありませんので、はい、まあ、こんな感じで海苔と、たまたまございました、かいわれ大根を乗せとこうかなと思います。彩りは非常に良いんじゃないかなと思います。というわけで本日は、パテモソ協会のデブ卵丼、調味料は、めんつゆのみでございます。これ非常に美味しくて非常に満足度のある卵丼となりますので、皆様やってみてはいかがでしょうか。それでは食べたいと思います。よーし、パはい、どうもパテモス協会でございます。というわけで本日は何度も作ってますけども、デブ卵丼じゃい。ちょっとね、中華風にして新しくしようかなと思ったんですよ。キクラゲとか入れてね、カニ玉というか、ちょっと中玉丼にしようかなと思ったんです。やはり簡単な料理がいい。というわけで、デブ卵丼にさせていただきました。というわけで、いただきます。まあ、中華のやつはまた今度しますわ。これだけど、本当うまいですから。本当にこの天かすが入るとき全然違う。これ食べたら外で食えへんって。卵丼、これのこの卵ね、変わってへんわ。めんつゆだけですよ。まあめんつゆちょっといいの使ってますけどね。
貧乏料理の割にはそうみの麺つゆ使ってますけど、まあそれを引いてでもうまいと思う。あとまあこれぐらいでできるでしょう。材料もそんないらんし、まあこの卵にね、溶き卵に片栗粉を混ぜる、これがやっぱ失敗しないコツやな。ほんとね、天かす、いやもうほとんど嫌かもしれんよ皆さん。でも太るん嫌やったら丼食わないもんな。食うときぐらいね、がっつり食いましょうよ。気にせず天かすをたっぷり入れて、作った人います？何回も作ってますけど、これデブ卵丼、マジでその辺の定食屋の卵丼よりうまいですよ。まあ、麺つゆのうまさっていうのも多少あると思うんでね、その辺はね、でもまあその辺はね、酒と醤油とみりんとちょっとだし入れて調整してくれたらね、ただやっぱね、めんつゆぐらいは家あるんじゃない？言ったら安いで売ってますやん、スーパーとかで200〜300円で売ってでしょ。私ね、めんつゆで買ってますけど、めんつゆとしてほぼ使いませんからね。調味料として使ってますからね。あと天かすを入れる量はあまりケチらないでくださいね。
それなりに入れた方がうまいですよ。まあでもこの私がこれをリピートしてこんなに作ってるっていうことが、まあ、味の証明やと思いますわ、うん、玉ねぎなんてまあ一応最近高いけどさ、でもここまでむちゃくちゃ高いわけじゃないじゃん。天かすなんて見切りで売らされたら100円以下でしょ、お惣菜コーナーの。冷凍しとけんですよ、うん、あとまあ卵ぐらいあるしよ、多少自炊する人やったら。それでいきますから。マジでこれよりうまい卵丼なんてそうないと思うよ。まああとは工夫次第ですよね。まあオイスターソース最後かけるとか、酒とかみりんとかめんつゆじゃなくやるとか、親子丼にするにしてもいいと思います。うまかった、とにかく。だけど本日は家庭もそうよく作ってますけども、貧乏飯、お金のない月末で困っているあなた、まだ月中頃ですけど、給料日まで持たないあなた、ぜひとも究極の貧乏激うま飯でございまして、やってみてくださいませ。というわけでごちそうさまでした。おいしゅうございました。ほな。